っしゃ。よっしゃ。マルコ、本当に死んじまったんだな。僕はジャンが指揮役に向いてると思うな。弱い人の気持ちがよく理解できるし、現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。マルコ、他の奴らと一緒に焼かれちまって、すぐ今何をすべきか。だから俺は調査兵団に。君はジャン・キルシュタインだったか。団長。もともと憲兵団志望だったと聞いた。よく恐怖に耐えてくれたな。巨人と戦うのが怖くないわけじゃありません。誰かに説得されたわけでもないです。ほう、ではなぜ。俺はただ誰のものとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされたくないだけです。トロストク奪還戦の犠牲者のことか。死んだ仲間に失望されないため。いい答えだ。じゃあ君は勇敢な兵士だ。これからもよろしく頼む。